ああ。じゃあさ、足つぼマッサージしてあげようか。ほら、いいから。横になって。でも、痛いぐらいがちょうどいいんだよ。わかったら、おとなしく僕の言うこと聞いて。もう一度横になって、足を広げて。少しずつ気持ちよくなっていくから、それまで我慢できるね。痛いのがだんだん気持ちよくなるんだよ。大丈夫、怖くなんてないよ。ほら、そんなに緊張してないで、全身の力を抜いて。僕に体を委ねて。んどん顔が歪んできたね。じゃあ、ここは そう、ここ 今ビクンってなった。ダメ？そうかな。ダメじゃないでしょ？ 君のその歪んだ表情、最高だよ。普段は強気の君が、そんなに情けない声まで出しちゃって。誰かに見られたら恥ずかしいね。情けないね。僕今、ものすごい優越感に浸ってる。たまんない、この優越感。何？さっきからずーっともだえて、そんな目を震わせて。僕に敗北しちゃってるね。そんなことない？じゃあ、もっと強くしたら。ほら、こことか、こっちとかは？ ああ、もう無理？何言ってんの？これからが本番だよ。僕もスイッチ入っちゃったし、やめるなんて無理。大体さ、そんなに簡単にやめてもらえると思った？甘いね。はい。さっさと諦めて、おとなしく足の裏出して。いいよ。
今日はおしまい。どうだった？ちょっと肝臓が悪いっぽいね。また明日してあげるね。